杉の森氏は、日本の士族、数王国を本拠とする杉の森氏が著名。古文書では、杉の字を、杉、杉、森の字を、森、森として表記しており、杉の森以外に、杉森など、両方の字を自在に使っていたことがわかる。杉の森氏は、大江広本同様阿蘇であったが、鎌倉幕府に仕えて門中書書大出事となった、三吉安信をそっとする。 鎌倉時代中期、三千高連は、貧乏国セラ軍大田賞を領して、大田氏を称した。兼務の申請の後、大田自治カは、足利高氏に従って活動し、祖父の大田忠らから、総国区が軍、杉の森以の自投職を譲られた。ジジカの孫、大田正康は、南北朝時代に、南朝勢力の強い九州を平定すべく、 地区国に所領を得て、西国に下り、その後、杉の森号に移り、杉の森を名字として、大内氏の悲観となった。杉の森正康の子、杉の森広康は、千四百六十七年の応仁の、乱では、大内正弘に従って上落している。広康は養子に、杉の森某康氏を迎え、その子、高安の時の千五百五十一年、大内義隆が、 家臣の唐高差の謀反により殺害されるという事態に陥った。その後も大内氏に仕えるが、1556年より始まる毛利元成の傍聴計略の際、毛利氏に基準した。そして、巨城の蓮華山城に隣接する杉高氏位の倉掛山城を毛利軍と攻撃し、竜安氏を撃ち取った。杉野森高安には、子がなく毛利元成の逸を、 毛利元明を養子としたが、元明は、合ッ戸田と打の上司となり、養子縁組は解消された。代わりに、元明の弟、毛利元康を養子としたが、またもや1585年に、元康は、元明死後の合ッ戸田と打に入り、養子縁組は解消されるに至った。そして再び高安は、毛利氏書や指示氏の指示元康の次男、指示元縁を養子に迎えた。元縁は、 長戸国勝山次郎の財番に任せられたが、1600年の関ヶ原の戦いの後、長布藩を起こした、毛利秀元の家臣となり、筆頭家老となった。杉森元への死後、杉森元衆、杉戸弘中、杉戸広史品、杉森元よと続き、長腐藩家老として、権力の中枢にあったが、 1710年の浮石義民事件によって処罰され、原報された。1713年には、筆頭画廊の座を細川区内に譲った。1718年に、長府藩五代藩主、毛利元則が死去。15歳での溶接だったため、長府藩は、加盟断絶、領地は、萩藩に還付することが検討される一大事となった。毛利本家は、新末藩主。 毛利元平に家督を継がせ、長布藩の存続を幕府に願い出て許された。元平は毛利忠広氏と名乗り、長布藩の六大藩主となった。そのため、新末藩出身者が長布藩でも幅を利かせるようになり、藩内では対立が激化した。1720年春、ついに杉野森元臣と同じく家老の時田元縁は藩主。 毛利忠弘氏に願い出て、過録を返上して、調布を去った。杉の森元信は、妻の実家、武善国宇佐軍に移り住み、その後分家のある、長戸国深川に住んだ。ここに、着南の杉の森元くらいを置いて、貧乏国三原に移り住んで、なお、三原忠次郎と変えた。1722年日、中国笠岡の友光寺に、身を寄せ。 1727年に死去。着死の杉の森元くらいも1730年に死去し、杉の森氏の本流は断絶した。杉森氏径図、桑原坊の次男、毛利元成の逸津毛利元成の八尾、死児元康の次男、死児元行の子、ありがとうございます。